夢ラジオ第2384回、今日は令和2年7月25日土曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、土曜のお昼下がりですね。今日は午前中雨が降ってましたが、私は二度寝していてあんまり分からず、目が覚めたら雨降ってたんだみたいな。今はその雨が上がってけれど、雲は低く垂れ込めた、そんな土曜日、雨または曇りみたいな、そんな土曜日。夏は来たはずなんですけど、まだ梅雨明けはしていない25日なのにね。そんな7月です。土曜日、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。2384回、今回は水島さんの慰安婦発言は暴言だったのか、こんなタイトルでお話しします。水島さんの慰安婦発言は暴言だったのか。水島さんとガナハさんの公開討論というお話が持ち上がってからもう幾ばくか経ち、なんだかその公開討論ももう開けそうにない、そんな雰囲気ですよ。水島さんとしては今回関係者全部集めて、そしてファクトを積み重ねよう、そんな姿勢。けれど、ガナハさんとしては水島さんと1対1で語り合いたい。そしてその水島さんの主に言葉遣いですね、まあ人間とか日本人の心がないとか、あるいは慰安婦問題みたいな、そんな風に問題を設定するなっていう、そういう言葉遣いが、まあ、いちいち音頭でなく、まあ、それらを訂正して、そして謝罪してもらうという、そういう討論会にしたい。だから1対1で十分なのだ。テドコンやヨダは邪魔だ。まあ、これがガナハさんサイドからの意見で、まあこれはこのまま平行線たどって、水島さんが1対1でいいよというふうに、まあ言うこともないし、ガナハさんが「分かりました」と、もう関係者全員お連れくださいというふうに言うこともなさそうですね。で、今回のタイトル、三島さんの慰安婦発言は暴言だったのか。まあ、真人間になんなさいといい、日本人の心がないといい、あるいは慰安婦問題みたいに問題をすり替えてもらっては困る、等々の、そんな社長の発言。そこだけ取り出したら、確かに、不穏とですね。そしてそこだけ取り出したら、いちいち揚げ足を取られる物言いではありますよ。つまり、女性を蔑視してるとか、あるいは、沖縄県民を差別してるとか、あるいは一体ね、何様のつもりなんだみたいな。で、実際今三島社長に浴びせられている非難というのは、まあ、そういう非難でしょう。そして非常に奇妙なことに、この水島は金に汚いとか、あるいは映画作りますというふうに言って集めたお金がうまく使われていないとかっていう、今回の話とは何にも関係のない、そっちの方向になんか話がどうも行ってるようです。つまり水島だって金汚いじゃないかと。で、水島さんがそのご自分の人生をかけて、そしてそのお金への執着のなさを、お店になった、
まあ、その話は以前この夢ラジオでし、そして映画制作だけでなく、チャンネル桜の運営そのものが、もうそれこそきっちりとした収支で行われているっていうのも、水島さんはことあるごとにおっしゃって、で発表するときは発表されてますね。ただ私はその実際に自分で桜の収支報告書を見たわけではありません。まあそこまで見ることも必要ないね。もし、まあ、批判者が言ってるように、桜の、例えば映画制作で、あるいは桜の運営そのものにおいて、何か収支におかしなところがあるっていうんだったら、その、ことあげするそのお方が、ね、ことあげするそのお方が、まあ、立証責任があるわけですよ。つまり、報告書見てね、積んで、こことこことこのお金は一体どういうお金なんですか、みたいな。誰もそんなことできないでしょ、批判してる人は。単になんとなく言ってるだけですね。そして私は報告書っていうの、いや報告書っていうか、桜のお金の使い方、ね、それについて別に疑問を持っておりませんから、疑問を持たないんだったら立証責任もないと。で、まあその桜、また水島社長、そういうお金の面で批判する、そういうとんちんかんな、それはまあ置いとくとして。じゃあ言葉遣いどうなんだと。で、中でもその慰安婦発言ですね、つまり慰安婦問題みたいに、この問題をすり替えるのはやめろと。なんかいかにも、なんか香川さんのことを慰安婦と呼んだような気にはなりますよね、確かに。ただよくよく社長の発言を聞いていれば、それは慰安婦問題というのは80年代以降、日本と韓国の間にはあって、そして朝日新聞および韓国の一部の者たちが言い立てて、もう今では抜き差しならなくなったこの慰安婦問題というのは、もう事実に基づく、そういう発言が一つもなく、全く根拠のない慰安婦狩り、ね、慰安婦狩り、そして軍の施設での強要、そして戦争が終わった時には数万人とも数十万人とも言われる人を、まあ、殺して埋めたみたいな、まあ、むちゃくちゃな話になってるわけですよ。で、この嘘と捏造だらけの慰安婦問題だから、要するに水島さんはね、ガナハさんたちがおっしゃってることがやっぱり嘘と捏造に基づいていて、で水島さんの心にふっと思い浮かんだのが、ああ慰安婦問題と一緒やなということで、慰安婦問題みたいなね、ことあげするなという、そういう発言になったのでしょう。それは水島さんの動画の発言見ていればですね、私でなくとも何もガナハさんのことを慰安婦だとかっておっしゃってないのは、まあ明白ですね。ただそのガナハさんたちの発言が、その、まあ、嘘と捏造であって、もし水島さんが言いたいとして、そこで慰安婦をね、例えで持ち出すことはねえだろうと言えば、それはそうなんですよ。ちゃんとそれは嘘ですよと、それは捏造ですよというふうに言えばいいんであって、まあ、そこで何かの非を持ち出すとしても、慰安婦を持ち出すのはちょっと、しかもお相手がやっぱり女性ですからね。ですからそこら辺、やっぱり三島社長は不注意であったと言えれば言えるし、配慮が足りなかったとも言えるでしょう。ただしですね、まあ今回の本質は全然そんな言葉遣いでも何でもなくて、もうここことに至っては、正すかいって一体どうだったのよ、そして正すかいの今は一体どうなのよ、そしてその正すかいと依田さんとの関係はという、もうこっちの方に話が移っていて、水島さんも今回の討論やるんだったら、それを明らかにしようよと。そしてそれはガナハさんたち拒否、そしてあくまでも
訂正と謝罪、ね、私は若者ですと、若者らしく直球勝負でいきますと。ただこの構図からぼんやり見えてくるのは、そのガナハさんたちですよね。あの、タダ使いに誇り持ってらっしゃると思うんです。そしてタダ使いの名誉がこのまま壊されては黙っていられないってことで、あの特別動画もいっぱいお上げになってもいたし、そしてそのガナハさんたちからの発言には耳傾けるべきところも多々あった。いや、それはそうなんですよ。だったらそのタダ使いについて水島さんがね、今あのそのお金の流れも含めて、あと運営の方法も含めて、そして今水島さんによると運動員がどんどん離れている、これ与田さんもそう言ってましたね。けどそれ本当なのかっていう、あのそうじゃないと、今タダ使いっていうのはあの一致団結して頑張ってると、会員数はこれぐらいいると、そしてこの前行ったタダ使いの集まりではこんなに人が集まって写真も撮ってますよどうぞと、あるいは お金についてお疑いですかと、だったらここ3年間の会の収支報告書はこれですと、どっか、ね、おかしなところがあるっていうならご指摘くださいっていうふうにドーンと、それこそタダ使いの会計責任者みたいな人もいるでしょうから、その人も呼んできてやってもいいぐらいですよ。でテドコンさん、与田さんがまあちょっと出れないっていうのは、それこそ水島1対もうタダ使いのメンバー5人ぐらいでもね、あのそれこそ会計責任者とか、あの運営責任者みたいな人で、ガナハさんたちお三方と、これでやったっていいと思いますね。これでやっても、ただしあの放送の最初でも申しましたが、多分もう公開討論は開かれないでしょうね。水島さんがあのなんていうか一対一だけの討論でね、ごめんね僕の言葉遣いがちょっとあの君を傷つけたんなら謝るよみたいなこと言うわけない、水島さんが。であのまあじゃあガナハさんたちがですね、そのさっきのもう会計責任者も含めて数字を全部出して、あとこれまでの会の経緯はこうですっていうふうにおっしゃるかどうか。ただおっしゃってもいいのになと思うし、ここでガナハさんたちがこれを受けて立たないと、前の夢ラジオでもお話しましたが、ガナハさんたちに分が悪くなるんですよね。なんかその正す会を疲れるとなんか困る部分でもあるんですかという、こういうあの風に思われちゃうんですよね。ですからあの公開討論会を申し込むっていうガナハさんの申し出まではですね、よっしゃーっていう感じだったんだけど、何も一対一にする必要ないと思うよ。やっぱり水島サイドに立ってる物言いかもしれないけど、公開討論っていうんだったらそれこそあのね、5時間でも10時間でもやるぞって言ってるんだし、あの長い時間をとってもう関係者を全部呼んできて、そしてあのもうここはどうだね、ね、これはどうだあれはどうだというふうに全部精査していったっていいくらいなんですよ。休憩取りながらそれができないんだろうか。でちょうどガナハさんたちがおっしゃってたように、今ここにねガナハさんたち正す会の名誉もかかってるんだ。確かに今水島さんにボカーンと正す会はあのパンチ食らってるんですよ。で例えばさくらリスナーの私たちにとっても、今ここで話が終わったら、なんか水島さんがおっしゃってるように正す会ってなんかちょっと不明瞭な部分もある、そんな団体だったのとか、あるいは正す会って保守ね、保守を名乗る団体だったけど結局沖縄左翼と一緒で、あの中では自由な言論が言えないようなそんな団体だったのとかっていう、まあガナハさんたちから見たらそれはあの反論せないかん、そういう疑いだけが残る、そういう状況になってしまうよね。今回のタイトル、水島さんの慰安婦発言は暴言だったのか、この問い自体があまり意味がないですね。だから暴言だったとも言えるけど、そもそもあの文脈見たら水島さんがガナハさんのことをその慰安婦っていうふうにおっしゃったわけでは全然ないし、あのそのガナハさんのおっしゃってることが嘘ですよって言ってるのを、あの嘘だった慰安婦問題に例えて言っただけだっていうのは、まあ明白といえば明白ですね。でそれより、ね、それより
ガナハさんたちがなぜここに至って、水島さんからのもう全員でやろうぜの公開討論を引き受けられないか、どうしてガナハさんたちが正す会の、活動及び資金の流れを明瞭にしようぜという、その水島さんからの呼びかけに応えられないのかという、ここに今今回の問題、騒動ですね、今回の騒動の焦点が当たっています。で、このままガナハさんたちが公開討論を受けなかったら、この疑問だけが残って、ガナハさんたちにとっても不利になり、そして水島さんがやっぱりそうだったよなと、ね、水島さんのおっしゃってること正しかったみたいだねという、こういう終わり方になる。まずい。江崎さん、江崎師匠、もうこれでいいんでしょうか。ガナハのお父さんの切れ味鋭い発言で、ね、いつも動画をリードしてらっしゃった、こんなんでいいんでしょうか。お三方で心血注いだ正す会、それの未来が今ここにかかっていますよ。そうです、ガナハさんたちはやっぱりもうここまで来たら、そして水島さんにここまで言われたら、人間、日本人の心、慰安婦問題、こんなバカなことは置いといて、ね。で、水島さんの提起した問題、正す会は何だったのか、で、今どこに行こうとしているのか、その資金の流れは？という、これに真正面から受けて立ち、収支報告書を今回ドーンと出すつもりで、見ろこれをと、ね、言いっぱなしにさせないぞというふうに反論してほしいですね。で、それが終わった後に、ね、それが全部終わった後に、水島さんが最後にガナハさんにそっと、言葉遣いで、ちょっと気に入らんこともあったかもしれんと、この場だけでやけど、ごめんよというふうに、で、ガナハさんの目からハラハラと涙がみたいな、失礼しました。イメラジオ第2384回、今回は三島さんの慰安婦発言は暴言だったのか、こんなタイトルでお話ししました。